一つ目、北朝鮮の空にですね、B-52 を、アメリカ空軍が飛ばしているというようなニュースが、入っております。北朝鮮有事に備え、アメリカ空軍が核兵器を搭載した爆撃機を24時間体制で運用する準備をしていると報じられた。爆撃機は別名、成層圏の要塞と呼ばれている。すごいですね。懐かしい。B-52 ですね。戦B-52。略爆撃機って言って、これが、今まだ飛ばしていません。準備をしてますっていう段階ですけど、これが、核を搭載して、核搭載可能の爆撃機なんだけど、これが北朝鮮の上空じゃなくてね、上空入ったら大変なことになっちゃうけど、有翼してるっていうか、戦略爆撃機として、常に飛んでいると、何かあったらすぐ、緊急出動できる。出動っていうよりね、飛ばしてんのよ、常時。今から離陸しますっていうんじゃなくて、24時間体制っていうのは、代わり番こにその周回飛行してるっていうね。で、これ、昔は当たり前で、当たり前っていうかな、なんて言えば、東西冷戦の時に、あった時は、もうアメリカは戦略爆撃機を常時飛ばしてて、ソ連が何かやったらすぐに爆撃できる体制を取ってた。だから、本当にね、懐かしい飛行機ですね、この B-52 っていうのは。これはね、もう実は半世紀前、ベトナム戦争の頃、米軍、この写真はそうですね、米軍の北爆ですね、これは。B-52 がね、もうやったらたくさん爆弾詰めて、それから核兵器も詰めるっていうのはこの飛行機なんだけど、今、北朝鮮の警戒で、もし、斬首作戦やるんだったら、B-1B ステルスのね、最新爆撃機だとか、F-11 やっぱりステルスの見えない戦闘機だとか出るって言ってるけど、そこにね、突如として、もう半世紀前のね、B-52 が出てきたっていうのは、僕らはものすごい懐かしい。どうもね、なんとも言えませんけれども、本当にね、50年前、飛行機の記者クラブにいた時に、日本の全日空や日航の飛行機が、アジアに行く時にベトナム上空を飛ぶわけ、ちょうどだからベトナム戦争の最中ね。でその時この B-52 飛んでたんだけど、この編隊とすれ違ったっていうパイロットもいるし、それからベトナム戦争の下で、こう森の中でバーってこう火花が出たり、それからミサイルがドーンと上がってきたりっていうのを、体験してる人いるのよ。そうですね、その時にだから、その B-52 っていうのはね、海外有翼して、その上を日本の民間機がね、飛んでたっていう時代もあったわけ。なるほど、すごい時代が。で、そんな大昔、一歩間違えると大変なことになりますけど。で、そういう時代を飛び越えて50年経ってね、やっぱり B-52 がまた主役に躍り出たかっていうのは、やっぱある種感慨がありますよね。先生の、目も輝いて、若干戦闘機がね、お好きな先生としては、これはおそらく核を持って飛んでるとは言うけど、実戦には使わないと思いますよね。今の段階では脅しですね。ですか。北朝鮮も最近ブルー始めたけど、でも何があってもやりますよ、今度の、お正月か、今度の総選挙はそのためにやったんだから、必ずあります。ありますか。その時はあれがまたビャーって飛ぶわね。ニコニコしてますけど、いやでもね、この、半世紀以上前のこの古い機体でこうして北朝鮮に対して臨むっていうことは、こう一種こう北朝鮮からすると、舐められてるというか、ちょっとバカにされてるのかなみたいな、最新鋭でこう、全力で来てないよっていう、そうじゃなくて、やっぱりね、あの時代の B-52 っていうのはいくつもタイプあるけれど、やっぱりパフォーマンスとして、あの飛行機の出来っていうのは良かったわけよ。
あの要するにアメリカはね、まあ、今でこそ、まあ、日本支援かなわないようなぐちゃぐちゃの自動車作ってるけど、はい、昔はいい飛行機も作ったりいい自動車もあったのよ。スチュードベーカーだとかパッカードだとかね、はい、あの楽しくなるような車いくらでもあった。だから同じようにあの時の戦略爆撃機っていうのはやっぱり4発の8発のエンジンね、あの口径の小さいけど、はい、あ8発のエンジン積んで、だからもう贅沢し放題のね、ほら123 あんだけの、あのエンジンを積んで飛べるね、うん、これはもう北ベトナムとの戦争では何機か落とされてますけどね。あ、それ で、まあ、爆撃機の運命だけど、うん、これがやっても本当ハノイもハイフォンも本当めちゃくちゃになった。その後行ったけど橋が1本しかね、ハノイとハイフォン結ぶ橋って1本しかなかった。あと全部落とされてね、その1本をね、牛も豚も人も車もね、行き交う光景ちょうどそこにこっちも出くわしたけど、ね、こんなところを渡っててもう本当ごったごたなの。こんなところ列車が来たらどうすんのって言ったら、まあなんとかなりますって言ってたけどね、それが面白かったけどね。まあ、それぐらいね、うん、徹底的にアメリカにとってはじゃあかなりこう栄光の時代のっていうか自信のあった時代の、今も B52 見ると彼らも、まあ、トランプじゃないけどね、あのある意味栄光の栄光って、まあ、ベトナムに対しては問題だけど、あの、まあ、自信のあった時代の産物だね。なるほど。その後ベトナム戦争で敗れて、もう景気も悪くなって、はい、あそこからずっとねアメリカ転げ落ちてた。それじゃいけないって言って、まあ、トランプが今出てきたんだけどね。じゃあこう B52 を見るとこう愛国心的なものがアメリカ人の中でこうかきたてられるようなそんな存在っていうことですか、あの地震のあった時代にね。時代よね。なるほど。なんかね意味があるんです ね、 ね、まあ、たった飛行機の、ね、たった一台の飛行機だけど ね、 でね、先生のそういう話聞くとアメリカがこの、まあ、北朝鮮に対する攻撃の後にどういうアメリカを望んでいるかというところまでなんか見えてきますね。この戦争とか攻撃を通してそのあんな風にね、誰ってほらアメリカをあのもうこれ以上ない地獄を見せてやるなんてね、うん、あんな生意気なこと言われて、ごめんなさいって引っ込むアメリカじゃないぞっていうのは今トランプの、でそれに対して、その挑発に乗ってるとか、あの悪口合戦だっていうけどそうじゃないよね、それやっぱりそんな雑音を立てさせるべきじゃないっていうなんて、自負みたいなもんがね、今少しずつ出てきてるみたいな。なるほど。はい、続きましてもう一つ、ニュースいきたいと思います。東芝再建株主が懸念ということで、これは、またアメリカ側から訴訟を起こされてしまったっていうようなニュースなんでしょうかね。これはね、はい、東芝が今あのメモリー事業っていうのをね、はい、あのまあ、最後の金づるみたいなもんだけど、これを売っちゃおう、で売って東芝を再建しようっていうことをやってんだけど、はい、これね、ウエスタンディジタルっていう、まあ、向こうで契約をした会社が、まあ、因縁つけてきてね、はい、それで、それが今泥沼訴訟になっちゃってんの。でその他にまたほら独禁審査をやるとかなんとかいろいろ言い出して、あの要するに嫌がらせ始めてんだけど、あこれはほらさっきのはアメリカこう地震がどうのって言ったけど、もう一つのアメリカの悪い面ね、はい、それを象徴する事件で、あのなんだいたいこんなのをね、日本の新聞がそのこれは読売新聞の報道だけど、あの東芝再建について株主懸念みたい、東芝しっかりしろみたいなことを書いてる、はい、で、そうですね、ウエスタンディジタルの訴訟が壁になってるみたいなことを書いてるんだけど、やっぱりね新聞だったらなんでこうなったのか、ね、その東芝のつまずきって何なのかっていうのは、あの実は今から18年前ね、もう99年にアメリカのもう本当ふざけた弁護士があの東芝のノートパソコンが、を相手に訴訟を起こした。うっすら記憶にないかな、学生時代にあった学生時代、はいはい、あ僕もそういう時代あったな、まあ、それでもそれに、はい、その、ノートパソコンが、その負荷をかける、まあ、いろんな作業をすると、
故障を起こすっていうね、起こすだろうっていう因縁訴訟なのね。でこれもともとは NEC って、まあ、日本 の, あの企業がそのパソコンを作るのに、そのリコーダーについてこういう改良しましたよっていうのを世界に発表した、そしたらその東芝はそれやってないじゃないか、ね、改良した NEC に対して東芝は改良してないじゃないかっていう、それでも因縁なんのかな、まあ、つまり NEC が言ってるのは、まあ、5つの作業6つの作業を同時にやるとそのパソコンのデータがぶっ壊れますよみたいな、だからうちは直しましたよって、で東芝は直してないじゃないかって、そこだけなのよ、その訴訟が。それで、まあ、なんかヤクザの因縁みたいだけど、下品なね、これはアメリカ人のペンセルもんだけど、はい、それをねで結局その時は日本の新聞も、それからあの本来守るべき領事館もそっぽ向いたまま、で結局東芝はその時にね1100億円、はい、11億ドルもあのこの訴訟を和解に持ち込んで、持ち込まなかったらもうめちゃくちゃな国だからね、もう本当にどうなるか分かんないっていうんで1100億円出したのよ、それで普通の企業が1100億円ただむしり取られて、ね、その経常利益の何倍もするわけよ、はい、だからそれでほら例の東芝は粉飾決算っていうのはそこから始まるんだけ ど, なるほど、で元はだからアメリカのペテン訴訟なのよ、でそれで行き詰まってその東芝が再生しなきゃならないっていう時に組んだのがウェスティングハウスっていう原子力原子炉のメーカー、はい、これは日本が組ん東芝が組んでいい原子を作ったんだけど、このウェスティングハウスがまた自分の子会社に変なことさして、それで赤字出して勝手に倒産しちゃったのよ、で、まあ、逃げちゃったんだね簡単に言えば。でだから東芝がその負債をアメリカ国内での負債を、東芝は肩代わりしなきゃなんない、なおさらなんていうの切羽詰まってきた、でそこでその債権じゃああれも売りましょうこれも売りましょうって言ってあの中国あたりにね、もう売っちゃったりなんかして、はい、で最後のこのメモリー、半導体メモリー、これも売らなきゃなんないっていう時に、ま、その弱みにつけ込んできたのがそのウエスタンデジタルっていう、まあ、これも因縁会社だよね、で経営権よこせばあの東芝のね経営権よこすんだったらみたいなこと言い出して、だからもう全てねペテン師詐欺師の集団だよ、籠池の 何人もいるような青い目をした籠池だよね、そんな籠池さんなんかが可愛く見えてしまうっていうレベルの話ですよね、彼らふんぞり返ってこうやって東芝いじめてるんだ、だから本来ねここで日本はやるべきことはもちろん外務省が行って問題じゃないかっていうの、まああるいはトランプにね汚いじゃないかっていうことも一つあるし、それから新聞がねアメリカってなんで今度根性悪な詐欺商法をやるんだと、でこんな国とね TPP を結ばずによかったみたいなことをワンワン書けば、要するに日本の世論が東芝の味方すればあのアメリカがびっくりするよ、ね、で今もう新聞の記事見たってさ、その何この WD 訴訟壁にってそんな一言じゃないな日本企業がやられてんだから、そうですね、もうちょっとねなんそのツンと済ましてるんじゃなくて、もっとね積極的にこういうのにあのジャーナリズムが介入しなきゃいけない、確かにちょっと東芝に対して冷たいソフリーでしたよね、このいくら粉飾決済があったかといっても、最高の技術を有している日本の、本当に大事な企業であることは間違いないわけですから、まあ言ってみれば日本の国益だよ ね、日本の国益は日中友好ですみたいなことばっかり書いてて、会おうかお前らっていう感じだね、このね本当にこの1100億円取られる時も、これテキサスで裁判があったんだけど、ヒューストンには総領事館があるのよ、何人もあのなんていうの総領事もいればあの外交官もいる、通産省から行ったやつもいた、だけど誰もねこの裁判自体にも介入しなかった、もう本当にひどい、で新聞も取材にも来ないで、ニューヨークタイムズやワシントンポストが書くままにね、その東芝あのどうしても釈明できずみたいな、
はい、で1100億円の和解ってね、万々歳みたいな、で日本はバカを見ましたみたいなね、お前らこれ日本の新聞記者なのか、先生なんかね今ねあのウォールストリートチャンネルのコラムに、まあ、99年に書かれていたコラムには日本と全く逆の意見が載ってて、あの GM の欠陥トラック裁判以来産業への完璧主義は弁護士への大きな贈り物になった、米国で大人気のラップトップのちょっとしたエラーのために東芝は大金を払う羽目になってしまったと向こうの新聞が、逆に書いてるっていう、しかもこれエラーでもないんだよね、エラーもこのウォールストリートはそう書くけど、エラーちょっとしたエラーじゃなくて、因縁付けがうまかった、つまり NEC は改良型出しましたよ、東芝は出してませんよっていうさ、このちょっぴりのね、じゃあお前らの出るやなんか出して入れてんのかって、入れてないんだよ、だからそれわざわざ日本企業を選んで絶対勝てるっていうテキサスのヒューストンやなんか持ってって裁判やってるわけ、もうあのなんていうの、詐欺の手口だね、籠池さんが可愛く見える、本当ですねでもこれね今も神戸製鋼もアメリカの司法当局が調査を開始してるっていうことで、これも巨額の賠償が発生する可能性が、進行の場合は、まあ具体的な事実がまだね発揮してこないけど、ちょっと落ち度があると、ね、あの司法省っていうけど、はい、あの司法省にいるのはみんな弁護士ばっかりだから、はい、あの自分の金になるんだっていくらでもやってくる、なるほど、あの僕はアメリカ行った時にね、あのライオンキングっていうのをあのあやったでしょ、はい、ミュージカルじゃなくてディズニーが映画化した で、はい、であれの原作はあの手塚治虫の、なんだっけあのおあとあジャングルタイじゃない、なんとかレオ、はい、でそれをね、はい、これ完全なパクリじゃないかっていうんで、ここでちょっと訴訟で知ってた弁護士が何人も来て、その手塚治虫 の訴訟代理人になって、いくらでもディズニーから金取れるぞっつって、で口利きしてくれたら 0.1% ぐらい謝礼やるぞっつってね、仲介を頼んできたの、お前らみたいな、ね、その人の因縁をつけ込むのはねどうかと思うけど、確かにあのパクリは許せないから、それはまあ新聞でも書こうって新聞には書いたの、そしたら手塚治虫プロ、あそこはねあの真似てもらって光栄でした、もうな日本の日本人の訴訟感覚やっぱそのメンタリティって本当にそういうお人よしがこんな東芝を生んだりして、でこの新聞はそういうアメリカ人の悪根性をね、あのなんていうの知っていながら、その日本には日本の企業を味方するのは照れくさいみたいなところある、いやでもこういうことはしっかり訴えていかないとダメですよ ね日本側から ね悲しくなる、あの M&A の会社とかね、あの弁護士ばかりが儲かるような日本にしたくないですもんね。アメリカがこんだけほら下降戦になったのは、その訴訟で生きる弁護士が今ね、あそこほら、陸海空、それに海兵隊って軍隊一番大きい所帯でしょ、その数に匹敵するぐらいね150万ぐらいいるんだよ、そいつらが寄生虫のようにこうあの日本企業だったらなんとか狙って訴訟を起こしてるのよ、おそらく日本だけじゃなくてフランスもやられてるしね、もうだからそういうことをね、米国にいる日本人特派員は真面目に考えてね、あの日本のためになる記事を書いてみろ、本当ですねと身につまされるお話でした。なきゃなんないっていう時に組んだのが、ウェスティングハウスっていう原子力原子炉のメーカー、これは日本が組んだ、東芝は組んでいい原子を作ったんだけど、このウェスティングハウスがまた自分の子会社に変なことさして、これで赤字出して勝手に倒産しちゃったのよ、で、逃げちゃったんだね簡単に言えば、でだから東芝がその負債をアメリカ国内での負債を、
東芝肩代わりしなきゃなんない、なおさらなんていうの切羽詰まってきた。でそこでその最近じゃああれも売りましょうこれも売りましょうって言って、あの中国あたりにねもう売っちゃったりなんかして、はい、で最後のこのメモリー、うん、半導体、うん、メモリーこれも売らなきゃなんないっていう時に、ま、その弱みにつけ込んできたのがそのウエスタンデジタルっていう、まあ、これも因縁会社だよね。で経営権よこせばあの東芝のね経営権よこすんだったらみたいなこと言い出して、だからもう全てねペテン師詐欺師の集団だよ。籠池の 何人もいるような青い目をした籠池だよね。そんな籠池さんなんかが可愛く見えてしまうっていうレベルの話ですよね。彼らふんぞり返ってこうやって東芝いじめてるんだ。だから本来ねここで日本はやるべきことはもちろん外務省が行って問題じゃないかっていうの、はい、まああるいはトランプにね汚いじゃないかっていうことも一つあるし、うんうん、それから新聞がね、うん、アメリカってなんでこんな根性があるな、詐欺師商法をやるんだと、でこんな国とね TPP を結ばずによかったみたいなことをワンワン書けば、はい、要するに日本の世論が東芝の味方すればあのアメリカがびっくりするよ、ね、で今もう新聞の記事見たってさ、その何この WD 訴訟壁にってそんな一言じゃないな日本企業がやられてんだから、そうですね、もうちょっとねなそのツンと済ましてるんじゃなくて、もっとね積極的にこういうのにあのジャーナリズムを介入しなきゃいけない。確かにちょっと東芝に対して冷たいよでしたよね。このいくら粉飾決済があったかといっても、うん、最高の技術を有してる日本の、そうそう、本当に大事な企業であることは間違いないわけですから、うん、まあ言ってみれば日本の国益だよ ね、日本の国益は日中友好ですみたいなことばっかり書いてて、うん、会おうかお前らっていう感じだね。このね本当にこの1100億円取られる時も、これテキサスで裁判があったんだけど、ヒューストンには総領事館があるんだよ、うん、何人もあのなんていうの総領事もいれば、うん、あの外交官もいる、通産省から行ったやつもいた。だけど、うん、誰もねこの裁判自体にも介入しなかった。うーん、もう本当にひどい。で新聞、あの要するに嫌がらせ始めてんだけど、あこれはほらさっきのはアメリカこう地震がどうのって言ったけど、もう一つのアメリカの悪い面ね、はい、それを象徴する事件で、あのなんだいたいこんなのをね日本の新聞がそのこれは読売新聞の報道だけど、あの東芝債権について株主懸念みたい、東芝しっかりしろみたいなことを書いてる、はい、で、そうですね、ウエスタンデジタルの訴訟が壁になってるみたいなことを書いてるんだけど、うん、やっぱりね新聞だったらなんでこうなったのか、ね、うん、その東芝のつまずきって何なのかっていうのは、はい、あの実は今から18年前ね、もう99年にアメリカのもう本当ふざけた弁護士があの東芝のノートパソコンが、うん、を相手に訴訟を起こした。うっすら記憶にないかな、学生時代にあった、学生時代、はい、あ僕もそういう時代あったな、うん、忘れてもそれに、はい、その、ノートパソコンが、うん、その負荷をかける、まあ、いろんな作業をすると、うんうん、故障を起こすっていうね、起こすだろうっていう因縁訴訟なのね。でこれもともとは NEC って、まあ、日本 の企業がそのパソコンを作るのに、そのリコーダーについてこういう改良しましたよっていうのを世界に発表した、そしたらその東芝はそれやってないじゃないか、はい、ね、改良した NEC に対して東芝は改良してないじゃないかっていう、それでも因縁なんのかな、まあ、つまり NEC が言ってるのは、まあ、5つの作業6つの作業を同時にやるとそのパソコンのデータがぶっ壊れますよみたいな、だからうちは直しましたよって、で東芝は直してないじゃないかって、そこだけなのよ、その訴訟が。それで、うん、まあなんかヤクザの因縁みたいだけど下品なね、これはアメリカ人のペンセルもんだけど、はい、それをねで結局その時は日本の新聞も、それからあの本来守るべき領事館もそっぽ向いたまま、うん、で結局東芝はその時にね1100億円、はい、11億ドルもあのこの訴訟を和解に持ち込んで、持ち込まなかったらもうめちゃくちゃな
国だからね、もう本当にどうなるか分かんないっていうんで1100億円出したのよ、それで普通の企業が1100億円ただむしり取られて、ね、その経常利益の何倍もするわけよ、はい、だからそれでほら例の東芝は粉飾決算っていうのはそこから始まるんだけ ど、 なるほど、で元はだからアメリカのペテン訴訟なのよ、でそれで行き詰まってその東芝が再生しなきゃならないっていう時に、うん、B1B ステルスのね、はい、最新爆撃機だとか、F11 やっぱりステルスの見えない戦闘機だとか出るって言ってるけど、うん、そこにね突如としてもう半世紀前のね、そうですよね、B52 が出てきたっていうのはあの、まあ、僕らものすごい懐かしいどうもね、なんか何とも言えませんけれども、本当にね50年前あの飛行機の記者クラブに行った時に、はい、あの日本の全日空や日航の飛行機が、はい、あのアジアに行く時にベトナム上空を飛ぶわけ、はい、そのちょうどだからベトナム戦争の最中ね、でその時この B52 に飛んでたんだけど、この編隊とすれ違ったっていうパイロットもいるし、はい、それからあのベトナム戦争の下でこう森の中でバーってこう火花が出たり、それからミサイルがドーンと上がってきたりっていうのを、あの体験してる人いるのよ。そうです、ね、でその時にだから、その B52 っていうのはね、あの海外遊浴してその上を日本の民間機がね飛んでたっていう時代もあったわけ。なるほど、うん、すごい時代が ね、でそんな大昔一歩間違えると大変な、ね、ことになりますけど、ね、でそういう時代を飛び越えて50年経ってね、やっぱり B52 がまた主役に躍り出たかっていうのは、やっぱある種感慨がありますよね。ああ、先生のね目も輝いて、いや若干あの戦闘機がねお好きな先生としては、うん、あのまあこれはおそらく核を持って飛んでるとは言うけど実戦には使わないと思いますよね。あの今の段階では今脅し、ま、脅しですね。ですか。はい。であのまあ、北朝鮮も最近ブルー始めたけど、はい、うん、でも何があってもやりますよ今度 の、 あの、まあ、お正月か、今度の総選挙はそのためにやったんだから、はい、あの必ずあります。ありますか。その時はあれがまたビャーって飛ぶわね。ニコニコしてますけど、いやでもねこの、まあ、50、まあ、半世紀以上前のこの古い機体でこうしてまあ北朝鮮に対して臨むっていうことはこう一種こう北朝鮮からするとなめられてるというかちょっとバカにされてるのかなみたいな、最新鋭でこう、ね、全力で来てないよっていう、うん、いやそうじゃなくて、やっぱりねあの時代の B52 っていうのはいくつもタイプあるけれど、やっぱりパフォーマンスとしてあの飛行機の出来っていうのは良かったわけよ。あの要するにアメリカはね、まあ、今でこそ、まあ、日本車にかなわないようなぐちゃぐちゃの自動車作ってるけど、はい、昔はいい飛行機も作ったりいい自動車もあったのよ。スチュードベーカーだとかパッカードだとかね、はい、あの楽しくなるような車いくらでもあるのかな、まあ、つまり NEC が言ってるのは、まあ、5つの作業6つの作業を同時にやるとそのパソコンのデータがぶっ壊れますよみたいな、だからうちは直しましたよって、で東芝は直してないじゃないかって、そこだけなのよその訴訟が。それで、うん、まあなんかヤクザの因縁みたいだけど下品なね、これはアメリカ人の天性のもんだけど、はい、それをねで結局その時は日本の新聞も、それからあの本来守るべき領事館もそっぽ向いたまま、うん、で結局東芝はその時にね1100億円、はい、11億ドルもあのこの訴訟を和解に持ち込んで、持ち込まなかったらもうとめちゃくちゃな国だからね、もう本当にどうなるか分かんないっていうんで1100億円出したのよ、それで普通の企業が1100億円ただむしり取られて、ね、その経常利益の何倍もするわけよ、はい、だからそれでほら例の東芝は粉飾決算っていうのはそこから始まるんだけ ど、 なるほど、で元はだからアメリカのペテン訴訟なのよ。でそれで行き詰まってその東芝が再生しなきゃならないっていう時に、うん、組んだのがウェスティングハウスっていう原子力原子炉のメーカー、はい、これは日本が組ん
東芝が組んでいい原子を作ったんだけど、うん、このウェスティングハウスがまた自分の子会社に変なことさして、それで赤字出して勝手に倒産しちゃったのよ。で、まあ、逃げちゃったんだね、簡単に言えば。それでだから東芝がその負債を、アメリカ国内での負債を、うん、東芝は肩代わりしなきゃなんない、なおさらなんていうの、切羽詰まってきた。でそこでその債権、じゃああれも売りましょう、これも売りましょうって言って、あの中国あたりにね、もう売っちゃったりなんかして、はい、で最後のこのメモリー、うん、半導体メモリー、うん、これも売らなきゃなんないっていう時に、ま、その弱みにつけ込んできたのがそのウエスタンデジタルっていう、まあ、これも因縁会社だよね。で経営権よこせば、あの東芝のね、経営権よこすんだったらみたいなこと言い出して、だからもう全てね、ペテン師、詐欺師の集団だよ。籠池の 何人もいるような、青い目をした籠池だよね。そんな籠池さんなんかが可愛く見えてしまうっていうレベルの話ですよね。彼らふんぞり返ってこうやって東芝いじめてるんだから、本来ね、ここで日本はやるべきことは、もちろん外務省へ行って問題じゃないかっていうの、まああるいはトランプにね、汚いじゃないかっていうことも一つあるし、うんうん、それから新聞がね、うん、アメリカってなんで今度根性があるな、詐欺師商法をやるんだと、でこんな国とね TPP を結ばずによかったみたいなことをワンワン書けば、全日空や日航の飛行機が、はい、あのアジアに行くときにベトナム上空を飛ぶわけ、はい、そのちょうどだからベトナム戦争の最中ね、でその時この B52 飛んでたんだけど、この編隊とすれ違ったっていうパイロットもいるし、はい、それからあのベトナム戦争の下でこう森の中でバーってこう火花が出たり、それからミサイルがドーンと上がってきたりっていうのを、あの体験してる人いるのよ。そうですね。でその時にだから、その B52 っていうのはね、あの海外遊浴して、その上を日本の民間機がね、うん、飛んでたっていう時代もあったわけ。なるほど、うん、すごい時代が ね。でそんな大昔、一歩間違えると大変なね、そうそうそう、ことになりますけど、ね、でそういう時代を飛び越えて50年経ってね、うん、やっぱり B52 がまた主役に躍り出たかっていうのは、やっぱある種感慨がありますよね。あ、先生の、ね、目も輝いて、いや若干あの戦闘機がねお好きな先生としては、うん、あのまあ、これはおそらく核を持って飛んでるとは言うけど、実戦には使わないと思いますよね。あの今の段階では脅しですね。ですか、はい。であのまあ、北朝鮮も最近ブルー始めたけど、はい、うん、でも何があってもやりますよ、今度 あの、まあ、お正月か、今度の総選挙はそのためにやったんだから、はい、あの必ずあります。ありますか。その時はあれがまたビャーって飛ぶわね。ニコニコしてますけど、いやでもね、この、まあ、半世紀以上前のこの古い機体でこうしてまあ北朝鮮に対して臨むっていうことは、こう一種こう北朝鮮からすると舐められてるというか、ちょっとバカにされてるのかなみたいな、最新鋭でこう、ね、全力で来てないよっていう、うん、いや、そうじゃなくて、やっぱりね、あの時代の B52 っていうのはいくつもタイプあるけれど、やっぱりパフォーマンスとしてあの飛行機の出来っていうのは良かったわけよ。あの要するにアメリカはね、まあ、今でこそ、まあ、日本支援かなわないようなぐちゃぐちゃの自動車作ってるけど、はい、昔はいい飛行機も作ったり、いい自動車もあったのよ。スチュードベーカーだとかパッカードだとかね、はい、あの楽しくなるような車いくらでもあった。同じようにあの時の戦略爆撃機っていうのはやっぱり4発の8発のエンジンね、あの口径の小さいけど、はい、8発のエンジン積んで、だからもう贅沢し放題のね、ほら123、あんだけの、あのエンジンを積んで飛べるね、うん、これはもう北ベトナムとの戦争では何機か落とされてますけどね。それでまあ